Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.在了无休无止的内斗中，始终没有能够形成和日本学生抗衡的力量。其实在我看来，两人在无休止的斗争中早就形成了一种超越一般的友情。打架就是他们表达对彼此感情的方式。
站在伞下的男人叫柴田，在他身边的那两个人是他的头号爪牙。在京浩出现之前，这所学校就是柴田的天下。估计他怎么也不会想到，当时刚上大一的京浩会成为他最大的敌人。在京浩的带领下，中国学生也终于团结起来，反抗日本学生长年以来的压迫和欺负，最终和日本学生形成了分庭抗礼之势。这个看上去一副书生模样的人叫谭家木，他是京浩的发小，也是他的军师，是他最终扑灭了京浩和柴田之间无休止的战火，缔造了清河南高今天的和平。没有人知道那天谭家木在里面和柴田说了什么，又是怎么全身而退。从那之后，他就如同一个消防队员一样，把中日学生之间各种大大小小的冲突掐灭在萌芽状态。阿斌，道歉。对不起。高橋。謝れ。兄貴。
哎，你这样让血液流进大脑之中，是不可能让自己变得聪明的。你别理我，我在祭奠我转瞬即逝的爱情。石老师来看病，漂亮。哪？怎么那么冷？吃蒜跟你有什么关系呢？你不吃不就好了吗，大哥？你一定要让他感受到你的霸气。霸气？那他打我怎么办？你管他呢？霸气。老师，有事吗？有问题。
いえいえ、今日お伺いしたのは名高い芝田家に再度天皇陛下に忠義を尽くしていただきたい、そう思いましてね。読書会ご存知ですか？聞いたことくらいは。この読書会というのは反動的な赤い書物を使う満州を分裂させ、大東亜共栄の思想を破壊しようと検定するのです。ですからこのような動きを放っておくわけにはいきません。しかし我々が武力を使って学生の活動に干渉するのはちょっと。そこでです。松井課長は御所定の力を借りられない。つまり学生が学生を叩けば軍部としては都合が良いと。すみません松井課長、それはちょっと。やりましょう。これはこれは、いらっしゃったんですか。天皇陛下、皇軍のために尽くすことが私の命でした。それは感じらしい。それでこそ見てみないけど、皇軍は柴田家の貢献を忘れないでしょう。頼みましたよ。すみません、道場内は禁煙ですので。それは失礼しました。では我々はこれで。
亚瑟。干嘛？干什么？什么老师？有何老师？你在这儿干什么？今天这个有何老师？有何老师是我们读书会的创始人。我是来参加读书会的。我听佳妹说这里有个读书会，我在心里就决定了，一定要参加。欲亡其国，先灭其史，这就是日本人现在在满洲所做的。前一阵子，读书会遭到了日本军警残酷的镇压，很多同学非死即伤。但是尽管如此，我们今天还是有这么多同学都聚在了这儿。他们可以镇压，但是读书会始终会存在。而只要读书会存在一天，在满洲这片土地上，我们的文化和历史就还会在传承。而只要这种传承存在一天，我们就还不是亡国奴隶。好，部长。是不是还在搞你那个什么读书会呀？这里不是中国了，是满洲。暂时是吧。真面目にこなし、自分の夢を諦めることはつきませんでした。Thank you.
京。我有病。熊平，别传染我。其实我有一个秘密。我家里的每一个男人都活不过20岁，这可能是我家里的一个诅咒吧。所以我把每一天都当做生命里的第一天来过。陈家木，你来啦？我找你哥。是不是当做第一天来过？你每天还得请你妈。再出来一次。Thank you.
すまなかった。早点休息吧，我先走了。不是，我送你吧。是妖精通知我的。你也我那个柳小姐，こんばんは。请上车。这里是特高区的监狱。ここにいる一人一人が私を恨んでいるが、私だって彼らを恨んでいる。人にも、そして自分にも苦痛を与える。一体何のために？松井。何やってんだ。听说刘小姐之前学过医学，所以我想请刘小姐到这边来看一下。这些人的麻痹还有没有救？你给我念本书吧。好啊，积善之家必有余庆。
饥饿之家必有余殃，积善之家必有余庆，饥饿之家必有余殃。大冬天供暖的夜，真的很需要像刘先生这样有眠温的老师。我々が先生にお願いしたいのは満州の文教についてです。満州の若い世代に優れた教育を提供したい。李先生也是有小孩的人，我相信你一定能。谢谢大家的照顾，给大家添麻烦了。其实你现在可以不用叫我老师了，我已经从学校辞职了。打算怎么办？是你爸逼你的吗？那你恨你爸吗？原来你知道啊。刚开始肯定是恨。以前我每去一个新的学校，很快就被传遍了，说我是汉奸的女儿。其实我一开始办这个读书会，就是出于对他的反叛，对他的恨。我告诉我自己一定要跟他划清界限。可是后来，我也明白了他为什么会这么做。其实都是为了保护我。不过说起来也挺有意思的。当我开始真正忘掉对我爸的恨，反而让我看清了这个读书会真正存在的意义和价值，让我看到了他们对于自己是中国人的认同和对抗争的希望。那你会继续办下去吗？当然了。其实读书会也让我明白了，在国家兴亡和民族危难面前，每一个人都不能置身事外。我帮你吧，柴田他们不会善罢甘休的，我保护你和读书会。鱼糊了。要
俺は償いだ。理解したということでいいな。我想读书会不应该影响我们之间的友谊。你觉得这样意味着什么吗？面倒に巻き込まれてるようですね。今しばらくお時間を。どうか私を信じてください。私は君のことを疑ってなんていませんよ。むしろ君を評価している。これからもよろしく頼みますよ。
信任。あなたが男らしく柴田家を支えようとしてるのは知ってる。でもまだ準備が足りないわ。準備ならできてる。俺は柴田家の跡取りだ。あなたは私の弟よ。日本に開国を始めた時、あれは旧車の前で迎えていませんでしたか。柳さんも黒船をご存知なのね。私が生まれた頃、うちには粗末な道場とお家最高の念に取りつかれた父だけだったわ。その父の望みのために弟を連れて満州に来たの。この戦争は私たちにとってチャンスよ。你真的认为你们会取得这场战争的胜利？この戦争でどちらが勝つかなんて知らない。私たちのような武家の一家が立ち直れるかもわからない。でも私たち一人一人にとっては愛する人のために生きることが大事なんじゃない？如果为了偷生而放弃自己的信仰，那还谈什么爱呢？もうこれ以上続けないで。じゃないと私たちの大切な人は傷ついていくだけよ。我打算暂停读书会的活动了。啊！你不用害怕柴田他们，他们要再敢来，我就跟他们拼了。可是我并不希望你这么做。最近有个人问我办读书会的意义何在。其实我在想，读书会的意义就是为了提醒每一个来参加的年轻人，我们是中国人。一个人可能改变不了历史，但是历史终究是由人来写成的。而每一个不忘本的中国人，都将会是未来辽宁的星星守护。所以我现在停办读书会，就是为了将这些火种都保留下来。那我算火种吗？当然算了。
またま通りがかっただけさ。不买东西请你们出去。買うさ。客を追い出す理由はないだろう。見ましょう。あれ。
部长，送到这儿就行了。把柳小姐交给我。无论发生什么事，直接开车离开。你放心，他们不敢动我。
私には全ての問題が円満に解決したようです。Watching painting. 所以今天我让所有兄弟都为你呼啸。ここがお前の墓場だ。
毛已经不是清河的清河。就是不要命，是不是？